車両限界。車両限界とは、すべての鉄道車両や自動車が従わなければならない、車体断面の大きさの限界範囲のことである。車両限界はしばしば最大の幅と高さのことであると考えられがちであるが、実際には、トンネルや橋、鉄道の場合であれば、第三機場やプラットフォーム、信号設備、ラック式鉄道のラックなどの高さや位置、形などに応じて、 多くの要素に対して大きさが決められている複雑な形状が定められている。なお、車輪の幅以内のフランジや、ラックレール用のピニオンの出っ張り、車体下端より下になる、開き道、煽りと雪かき装置、クレームのように走行中折りたためる機器、屋根状の終電器を除くがある場合は折りたたんだ、時点の大きさが車両限界以内であればよく、広げたまま走行は、 減速できないパンタグラフなどの終電機器は走行時に伸ばして使用している場合でも車両限に含めず日本の例で言うと1929年に制定された車両限界では車体高は 4100mm だが終電機器上端は 5650mm の高さまで許容されたまた車体幅の限界は 3000mm だが 車体側面から標識の都市質分を含んだ幅、高さ1880から3150ミ、mm、リメートルの間のみ認められるは3200ミ、mm、リメートルまで認められた。国によって車両限界は異なっており、同じ国の中でも鉄道事業者や路線によって異なっている。地下鉄は一般的な鉄道に比べて小さなトンネルを許容して建設費を抑えるために、 小さな車両限界を採用することが多い。その場合、地下鉄の車両は地上の線路を走行できても、その逆はできないことになる。専門家は、単なる性的な車両の形状だけではなく、サスペンションの伸び縮みやカーブでの車体の内外へのはみ出し、変異という、車体の振動など、車両の動的な動きを考慮することが普通である。 車両側の最大断面範囲を決定するのが車両限界であるのに対して周辺の建物や構造物の最小断面範囲を決定するのが建築限界である車両限界と建築限界の間には前述の車両の動的な動きを考慮しさらに工学的な余裕を含めたクリアランスが必要となるプラットフォームの高さと列車の床の高さの違いは 車両限界と建築限界の間で問題が現れる典型的な点である。高さの違いは旅客の安全と列車運行の効率に大きな影響を与える。ステップが取り付けられていると旅客の乗降が遅くなる。車両限界と建築限界に大きな差があるとホームと列車の間に隙間ができ、これも旅客の乗降に影響を与える。異なる車両限界。 床面高さの車両が同じホームを使う場合、特に問題は大きくなる。軍事においては、鉄道輸送は重要な問題であるため、戦車や重火砲など重装備は車両限界の範囲に収まるように設計されなければならないという問題を抱える。車両限界を超える場合には分解した状態で輸送されることもある。t g a ー i 1戦車のように、 車両限界のために、鉄道輸送時には天輪を外して、キャパピラを幅の狭い輸送用のものに交換するといった策が取られることもあった。かつて自衛隊では、有事の際に鉄道による輸送を想定していたため、61式戦車は横幅3メートル以下が要求されていた。現代では、道路事情の改善と航空機の発達により、多くの先進国では、 鉄道輸送を考慮しない車両が多い。車両限界は世界各国で異なっている。標準機の鉄道で最も小さな車両限界はロンドン地下鉄のチューブで使われているもので、最も大きな車両限界は英仏海峡トンネルで使われているものである。鉄道の発祥の地、イギリスの使用路線では初期の技術者が将来大きく長い車両が必要とされることを 予測できず、また初期には、鉄道施設を建設するために、大きな技術的混乱に直面したため、車両限界はかなり小さなものとなっている。ヨーロッパ大陸では、多くの路線で、ベルンゲージ、で定められた大きめの車両限界に沿っている。北、アメリカではこれよりもさらに大きく、コンテナの二眼積みが可能なダブルスタックカーも見られる。口実。ロシア、旧ソビエト連邦諸国。 フィンランドを含むやインド、パキスタンの車両限界は世界で最も大きい。このほか、スカンジナビア半島の他の国はヨーロッパ大陸と北アメリカのギリシャや中国、英仏海峡トンネルは北アメリカとロシアの中間である。国際鉄道連合は A、B、B、C の一連の車両限界の標準規格を定めている。車両限界という用語は鉄道に関する。 技術上の基準を定める省令、平成13年12月25日国土交通省令、第151号第64条にある。設定目的は、車両が線路上を安全に走行できるためにその幅、高さ等の数値を制限することである。具体的な数値は、その線路を走行する車両の構造や軌道構造によって異なり、 鉄道事業者によっては路線ごとに異なる車両限界を設定することもある。例として JR の新幹線と在来線、東京地下鉄、東京メトロの銀座線と半蔵門線などが挙げられる。JR 在来線は強気を採用しているが、ヨーロッパの標準機の鉄道と比べても遜色のない車両限界を採用しており、最大幅は3000ミリメートル。 最大高は 4100mm となっている。新幹線においては、最大幅は 3400mm、最大高は 4500mm となっている。民鉄では、古くから貨物輸送を行ってきた会社では、国鉄との貨車のやり取りの関係などで、鉄道建設規定、または地方鉄道建設規定準拠としていることが多く、一方で、 関西私鉄などを中心に、路面電車から都市間電車、インターアーバンへ発展した関係から、標準機を採用しているにもかかわらず、地方鉄道建設規定よりも、車両限界が小さい例や、地方鉄道建設規定とも、JR の在来線が採用する、普通鉄道構造規則とも異なる、独自の車両限界、大阪市交通局の第3機上電化線区、 新京阪鉄道由来の阪急、電鉄京都線系統各線など、お必要に応じて制、採用した事例が存在する。逆に、地方鉄道法、並びにその前身の軽便鉄道法による鉄道でも、問題がない場合は、特例で車両が地方鉄道法規定より大きくても認められた。また、現実には、 車両限界を広げた際に何らかの理由で古い時代の小さい車両限界から改築できなかった路線もあったため国鉄では対象9年に大型客車を基準にした車両限界の車両が侵入できない専用に縮小車両限界というものが設けられ高さ 4020mm 幅 2950mm 車体幅はいずれもこの数値だが足回りの幅が 各種ごとにやや異なるという条件で基本の第一種足回り幅が少し余裕があり終電装置は高さ 4250mm まで考慮の第二種第一種の電気機関車版の第三種と第一種適用以外の貨車用のさらに小さい全然規定車両限界高さ 3886mm 幅に 1743mm が存在していた JR においても、高尾伊勢の中央本線や美信線、観音人生の予算線のように、断面の小さな古いトンネルを活かして電化したため、天地方向の車両限界が他線よりも小さく、入線可能な車両に制約のある場合も存在する。日本、台湾以外の東アジア諸国、中国、朝鮮民主主義人民共和国、北朝鮮、大韓民国では、 主要幹線で最大幅 3400mm、最大高さ 4500mm となっている。これは新幹線と同じ値である。ヨーロッパでは UIC 指令はエラ総合運用性に関する技術仕様で置き換えられている。つは欧州連合が2002年に発行したもので、鉄道網の総合運用のための多くの推奨基準を示している。鉄道車両は UIC の動的な限界の定義を置き換えており、GA 限界、ギガバイト限界、どちらも高さ四点三五メートル、形が異なる GC 限界、高さ四点七メートル、幅三点零八メートルの平坦な屋根を持つの参考限界を定義している。ギガバイト限界の定義は、ISO コンテナとそれを搭載したトレーラーを輸送するハムヨーロッパ貨物網を作る計画を 参照したものである。この B バック輸送の列車は B 限界の上部を平坦にしたものを通過することができるので大陸ヨーロッパで広く使われている B 限界にわずかな変更を加えるだけで適用できる。イギリス諸島ではギガバイト限界を適用できるように拡張するように改築が行われているところがあり、最初にこれが適用されたのは英仏海峡トンネルである。 イギリスは、私鉄未統合時代が長かったので、鉄道会社ごとに、車両限界が異なっていたが、一般的なものが、最大高さが13フィートから13フィート1インチ、3962、3988ミ、mm、リメートル、最大幅が9フィート、2793ミ、mm、リメートルのものであった、大手では後期を使っていた、グレートウェスタン鉄道のみ、 最大高さと幅が 4110mm2946mm、mm、と大きかった。現在鉄道を統合するネットワークレールでは車両限界を W で始まる記号で表している。最も小さい W6A から W7、W8、W9、W9 プラス、W10、W11、最大の W12 である。これに加えて、 C1 限界が客車用、UK1 限界が高速鉄道用に用意されている。また機関車用の限界もある。輸送可能なコンテナの大きさは、コンテナ自体の大きさと車両の設計の両方に依存する。2004年に車両限界の拡大のための戦略が採用され、2007年には、 ネットワークレール貨物ルート利用戦略が発表されて、W10 限界まで車両限界を確保すべきであって、かつ構造物を更新する際には、W12 限界を採用している多くの重要なルートを定義している。北、アメリカで貨車に適用されている車両限界は、アメリカ鉄道協会 R の定めた標準に基づいている。 最もよく使われている標準は R プレート B か R プレート C であるがこれよりさらに高い車両限界もダブルスタックカーや車運車の運行を可能にするために選択された特定のルートに対して適用されている R プレート B では高さ15フィート1インチ4597ミリメートル幅10フィート8インチ3251ミリメートル で、台車の間隔、ボギーセンターは41フィート3インチ、12.573メートル、と定められている。ボギーセンターが41フィート3インチより長くなるに、連れて、R プレート B-1 のグラフに従って、幅の限界が狭められる。R プレート C では高さ15フィート6インチ、4724ミリメートル、幅10フィート8インチ、3251ミリメートル、 ボギーセンターは46フィート3インチ14.097メートルと定められている。ボギーセンターが46フィート3インチより長くなるに、連れてアープレート C-1 のグラフに従って幅の限界が狭められる。ここに示したのは車両の最大高さと幅である。しかし実際の車両限界は上部と下部が斜めになっており、この最大高さと幅で示される。 長方形のサイズが許容されるというわけではない。技術的には、プレート B が今でも多くの路線で最大で、プレート C はかなり制限されている。しかしながら、高さ18フィート、5486ミリメートルの、ピギーバック輸送車両、大型の有害車に始まり、後には、車運車、航空機部品輸送車両や高さ20フィート2インチ、6147ミリメートルの、 ダブルスタックカーなどが登場するにつれて、プレート C よりもさらに高い車両限界で設計される路線が増えている。北アメリカの旅客車両では、標準で幅10フィート6インチ3200ミリメートル、高さ14フィート6インチ4420ミリメートル、連結記面間85フィート25.908メートル、 ボギーセンター59フィート6インチ18.136メートルまたは連結機面間86フィート26.213メートルボギーセンター60フィート18.288メートルが適用されている1940年代から1950年代にかけて西部で高さは16フィート6インチ5029ミリメートルまで拡大され ドーム付きの車両やスーパーライナー、2階建て車両の運行を可能にした。南アフリカでは 1065mm 強気、ケープゲージが採用されているが、車両限界は日本と同様に大きく取られており、主要幹線では最大幅は 3048mm、最大高さは 3962mm である。各国の車両限界の値を表にして示す。 その国で全国的な鉄道網を形成している路線において最も一般的とされる値を示す。道路において車両限界という用語はないが日本では車両制限令、昭和36年7月17日制令第265号や道路運送車両の保安基準昭和26年7月28日運輸省令第67号において車両の幅 高さ等の限界値を定めている。ただし、道路交通の安全性とともに、道路構造保全も目的とした数値であり、鉄道の車両限界の概念とは若干相違している。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。